な管制室か。ようやく到着か。天から見放された巫女と豚どもが。天から見放されただと。天から見放されたのはマグニス、お前だ。ここで叩きのめしてやるぜ。囲まれました。所詮は豚の浅知恵よ。お前たちの行動は筒抜けだ。劣悪種どもが逃げ出そうとしているのもな。なんであんなところにニールが入ってるの？あれは投影機、魔化学の産物だ。遠くの人や物を映し出す装置よ。これに私たちも映っていたのね。閉じ込められちゃったよ。無駄無駄無駄。お前らの行動は何もかも無意味なんだよ。無意味なんかじゃない。今からお前を倒せばみんなを助けられるじゃないか。よくそんなことが言えるな。イセリアでの厄災はお前の無駄な行動のせいだろう。投影機に映っている連中で、あの時の再現をしてやろうか。バイオ体に埋め込んだエクスピアを暴走させて、化け物に変えてよ。やめろ。遠慮するなよ。お前が殺したあのババア、マーブルのようにしてやるよ。ってまさか。そうなんだぜ、ショコラよ。お前の祖母マーブルはイセリアの牧場に送られロイドに殺されたんだ。無残な最後だったそうだぜ。待ってよ、違うんだ。ロイドはマーブルさんを助けようとしてくれたんだ。デザイアンがマーブルさんを化け物にして。ロイドが殺した。ショコラさん。クソ、ショコラを放せ。放っておいて。おばあちゃんの仇になんて頼らない。それぐらいならここで死んだ方がマシよ。死ぬなんてこと言っちゃダメだよ。どんな状況だって死ぬより生きてる方がいいよ。絶対私のことはドア様が助けてくださるわ。放っておいて。そうか、ドアにな。まあいい、それで行け。このマグニス様が相手よ。エルフの血を捨てられねえ愚か者ともども、巫女を葬り去ってやる。生きて帰れるとは思ってねえだろうな。ほっ、自してはダメ。リアクション。受けてみろ。
だからだ、マグニスよ。クルシスはコレットを巫女として受け入れようとしている。何？そうだ。コレットは世界を再生するんだ。お前らなんかに負けるかよ。そうか。お前が。では俺は、騙されたのか？ライド！クソ！これで収容されていた人たちは逃げられるはずよ。彼らに埋め込まれているエクスフィアはどうする？要の門がなければいずれは暴走するぞ。エクスフィアを取ればいいんじゃないの？要の門なしのエクスフィアは取り外すだけでも危険だ。扱えるのはドワーフだけだ。じゃあ大工おじさんにお願いすればいいよ。そうだな、親父に連絡を取ろう。詳しい話は後よ。とりあえずここを自爆させます。よろしい？マジかよ姉さん、そんなことしたら。少なくともこの辺りのディザイアの勢力は減退するでしょうね。叩くなら徹底的にやるべきです。忘れないで、ジーニアス。彼らと私たちは違う。違う。自爆時間を10分後にセットしました。急いで避難しましょう。ホステスに知らせなければ。俺が生きているうちに。ホステス様に連絡を取られては困りますな。わしのやろうとしておることが筒抜けになってしまいます。ロジャー、てめえよくもこのマグニス様を騙したな。巫女の抹殺命令が出ていたのではなかったのか。金塊集めといい、巫女抹殺といい、あなたは本当によく役立ってくれましたよ。あの世に行ってもどうかお元気で。くそ、
ラシル様、必ずや我らハーフエルフの千年王国を。